はい、皆さんこんにちは。こんにちは。です。はい、IGN ソニックザ・ヘッジホック研究会のクレベと申します。ソニックマニア、はい、いよいよ出ました。いよいよですね、ついに。嬉しいことなので、まあ、僕もクラベもね、あの昔からの、セガファンというか、ね、はい、ソニックファンだから、たくさんプレイしたいなと思ってまして、はい、まずね、まあ、普通にこう、まあ、ソロモードなんですけど、うんうん、ソロにしてもね、あのソニックの横にテイルズがね、あの使えないやつがいますんで、あの2人でソロプレイをしようと思ってます。はい、やってみましょう。 OK。 あ、かっこいいですね。このモーションもちょっとなんか前よりダイナミックになった感じしますね。あの結構ね、ステージの、まあ、背景のこうグラフィックとかも、はいはい、細かいディテールまでこうアニメーションがついてまして、ほうほう、前よりは全然、じゃあニューゲームか、ニューゲームですか。あの前よりはね、細かいとこまで、綺麗に、あのアニメーションされたりとか描かれていたら、動きが多くなった感じしますね。そうですね。これもなんか懐かしいシーンですね。だけどここはなかったような気がするね。まあ、でもこれ新しいですね。そうそう。エッグマンの、まあなんていうんですかね。手下みたいな。そう。ミニエッグマン。ミニエッグマン。かわいいですね、なんかね。まあ、ソニックマニアとはね、昔のソニック、16ビットエラーのソニックを、はい、まあ、元にして、うんうんうん、完全新しい作品として。リミックスされた感じしますね、だいぶ。そうですね。まあ、リミックスされてる部分もあるし、全然新しい。完全新ステージも。ゼロから作られたものもあります、ね。この最初のステージは、一応昔のステージが、グリーンヒルゾーン、昔ありましたね。ですね。で、はい、昔と同じように、まあ、アクト1、アクト2があります。タイマーありますので、まあね、スピード中心でやるのか、まあ、細かいところ全て見たいのか、そういうところまで、ここまで、ね、初代ソニックやってる皆さん気づくと思うんですけど、はい、全く一緒ですね。だけどちょっとだけ進めると、ステージのこうデザインとかは全然昔と違う。違うんだ。あとね、初代のソニック1だとテイルズはね、ないっていうのも一つの大きい。あ、そっか。それが、そう、テイルズっていつから出てきたんだっけ ?2 から。その2です、ね。ああ。テイルズね、可愛いけど、協力プレイで一緒にやるとテイルズは全然ソニックより足が遅くて、追いつくのが大変だよ。あ、ボーナスステージある？ボーナスは今回ちょっとやめましょう。そう。もうちょっと進んで。なんで？そう。ボーナスステージはね、前よりちょこ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 出てくるので。ああ、多いんだ。多いんですね。よいしょ。まあ、なのでほとんど昔のグリーンヒルゾーンの同じアセットを似てるようなアセットを使って、うん、なるほどね、新しいステージを作ってるから、はいはいはい、この背景もなんかやっぱり前よりはなんか細やかになった気がしますね。この、あの後ろの滝の動きとか。そうですね、同じ、それとちょっと綺麗になった気がするな。全体的にこう16ビットより若干何10ビットアップ17ビットぐらいになってると思うんですけど今ね、はい、ソニックがね、はいはい、ファイヤー、まあ、ファイヤーとなってますね。なんかアイテムをもらって、昔はシールドしかなかったんですけど、今回いろんな種類のシールドがあります。あ、ソニック3みたいに今回。そうですね。なのでこう火になってる、はいはいはい、そのようなこうファイアボール的なもの。いいですね。波動拳ソニックあれあ、そっか、アイテムなくしちゃったね。次、攻撃当てられるとこう、リングが減っていくんだよね。リングを落とすという。そうですね。そう、まだね、これ出たばっかりで、まだステージのレイアウトとか覚えてないですよね。それは言い訳ですね。言い訳なんだ。お、ボーナスステージに入ったんだね。ボーナスステージ入っちゃったか。これはね、ボーナスステージじゃなくてスペシャルステージ。スペシャルステージ。違いがあるみたいんですけど。このスペシャルステージでは、まずテイルズにないね、私だけ。おまあ、その丸いこう青色のボールと、あとリングを集めながら、はいはい、自分のこう、スピードを、アップする。あ、スピードアップするんだね。この青いやつをゲットすると、とあのリングと。なんかあれだね、スターフォックスとかを思い出すような感じの古い 3D グラフィックもまた独自 の、ね、あのテイスト、マリカーも似てるかも ね、 そうだね。ちょっと前にあるそのロボットを、はい、UFO みたいなやつね。 UFO みたいなやつ、はいはい、これでもなんかだいぶカーブするの難しそうですね。結構難しい。ブレーキもないし、ね、ちょっとした壊れたレースゲームみたいなスペシャルですね。まあね、昔こういう横スクロールのゲームに必ずそういうボーナスステージってありましたね。あ、成功取れた。よかったですね。カオセメラルド、はい、手に入りました。なるほどね。
一つのステージにこれだけたくさんあるの？多分今度ね違うレイアウトとかなるんじゃないかな。あ、そうか、はい、はいはい、オッケー。じゃあ、じゃあ始めようか。お、気持ちいいね。じゃあ次のボーナスステージ、このボーナスステージは懐かしい、ね、ソニック3、ソニック3のやつだね。まあソニックがずっと走ってまして、あの青いあのボールを集めようっていうことなんですけど、赤いやつ触ったら終わりだね。あーこれダメじゃん全然。ちょっとなんか言い訳を考えてるんだ。そうそう。カニさんは昔からいますね。あ、これステージの終わりじゃない？ボスね。はい。まあ、今回アクト1でもアクト2でもボスがあります。お、今回ね僕らが、やんなきゃいけないのは、はい、赤い方から逃げて、あの光ってないやつをに攻撃をするってことだね。はいはい。どうかな、余裕じゃないまだ、これぐらいは。早いけど全然寄ってこない、そんなに難しくない、難しくはない。最初のボスはねそんなに難しくないけど、だんだんね難しくなってくるんですよ。まあそりゃそうでしょうね。はい、今だ、お、倒した、倒した。ということでステージ1はこれでクリアとなるということですね。そうですね、まあ、今回ね3分ぐらいでちょっとゆっくりプレイしたんですけど、はいはい、まあ複数のルートがある中で、それも面白いね。全てのリングを集めようと思ったら 5,6 分とか。そんな早くできる？まあてか結構時間かけてプレイできるんですけど、はいはいはい、スピード中心でやれば1分半ぐらいでこれね、いけると。なんかやっぱソニックらしいのが、その新しいステージがそのままつながっているというところが結構あの当時は斬新だったと記憶してますね。やっぱマリオだったら一回画面がフェードアウトして別の場所に移動するんだけど、ソニックはそのまま次のステージにつながっているんだよね。そうですね。どうしましょう、ちょっとスピード出そうか。はい、ちょっとダニエルさんの実力を見せてください。それとプレッシャーを上げちゃうとダメだよね。お、なるほどね。はいはい、まあ昔と同じようにありましたね。早い早い、かっこいい。そうですね、やっぱこのゲームプレイのリスポンスが、操作系のリスポンスがすごいいい感じしますね。操作が気持ちいいですよ、うん、気持ちいい、本当に遊んでて。私今日はね、あら、あ、そうか、今ねファイアーになってるから木でできたやつを座るとなくなるよ。あー、そっか、それ昔もあった、昔なかったなかった気がするよね。それ新しい気がするな、うん、そういうあの属性があるというか。あらららら、息継ぎのできる時間が限られてるのも昔と一緒だろうね。最後のトン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 じゃありましたね。そう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 、はい、そうです。あ、ボス、あ、このボス俺 E3 でやったな。そう、はい、これ足の上に乗るやつだよね。足の上、足、あの足か腕かどっちか伸ばしてくるんだよね。あ、はい、伸ばしてくる。チャンス、あ、チャンスだね。違うか、多分違うやつ、これの違うやつかもね。いや、これだ、これここの上に乗って、なかなかゆっくりと寄ってきますね。そうですね、まだまだこれ失敗。ちなみにソニックがね、はいはい、やられちゃうと、もうリングがこうたくさん出てしまうんじゃないですか。はいはい、昔のソニックだと、それでかなりフレームレートが落ちてたね。そう、今は全然そういった、あ、ま、で、その上に乗ってもいいんだよ。乗ってるんだ。そうそう、その上に乗ってもう一回攻撃できる。そうそう、それが結構あの昔は本当にスローモーションなのかと思うような感じだったけど、それがなくなった。まあね、今はあの、まあ、今僕らねスイッチでやってるんですけど、スイッチでも PS4 でも、はいはい、PC でもやっても、まあね、それはそうでしょうね、そういった問題がないはず。はいはい、ちなみにですけど、あのステージ2つクリアして今更ですけど、はい、あの僕テイルズ操作できません。そうなんですか。なんででしょう。え、そうそう、なんか、ああ、何これ、いろんなロボット肉っぽいやついる。そうかね。これなんだ、ここから、ね、今回のストーリーがちょっとね気になるところですね。ストーリーと言ってもね、何のセリフも、ね、セリフはないけどね。これはスタジオポリス？これはね、また懐かしいところなんですよ。なんていうところ？
ケミカルプラントゾーン、はいはい、じゃあちょっとここで僕はやってもいいですか。ああそうか、じゃあ交代しましょう。交代しましょう、テイルズね、何もできないから、 もしかしたらここで、いやもうできてるよ。なんで なんで昔と同じくボタンをさえ押せばプレイできるよ。あ、そうなんだ。とはいえね、あの画面はソニック中心で動きますので本当そうだよね。それがテイルズはね、もうかわいそうに。そう、このゲームはさ、コープできるの嬉しいところだけど、もともとこのスピーディーなゲームプレイはコープに向いてないんだよね。まあ、それはそれが面白いところ。ああ、今ジャンプすりゃよかった。ちなみにコープもありながら、はいはい、マルチも、バーシスも、バーサスもね、もありますね。昔レースとかありましたしね。それ今回も、そうですね、今回もレースがありまして、昔の、ソニック2のレースはね、限ったステージでしかできなかったけど、これ毒じゃないの、大丈夫かな。あ、これ大丈夫、大丈夫。水に見えないんですけど。お、私ちょっとここになんか、あ、なんかここにテイルズバイバイ、え、何何なんかあるの、懐かしいステージ、懐かしいステージ、ね、俺覚え、これどのソニック 2？ これ2か、俺2あんまやってないんですよね。僕3やったんだよ、ね、まあ、昔のままの部分も少しあるんですよ、はい、あの気持ちいいね、ここそろそろ出るかもしれないけど、あのこの辺かな、あの非常にこう多分ここ飛び移る系だな。ここじゃないか。この左になんかあるエテリオンとかあって、あの水が出てきて非常に進むの難しかったところがあったんです、はいはいはい、それはそのままこの中に入ってました。入ってるんだ。私ほとんど、まあ、アレンジされてまして、別物ですよ。あのというか、あ、捕まった。これだ、大丈夫。ステージが広いんですね。ああ、広くなった。ちょっといや、まあ、あえてですよ、わざとわざとじゃねえ。そうそうそう、ちょっとこう皆さん、こういうステージの難しいところを、ね、ここ皆さん、あ、ここ分かってますかね。いやー、記憶にないな。あ、今回はあんまりストレスフリーでできたんですけど、まあそれは僕、あっ、ちゃちゃちゃ、これ戻るの、もうやり直しか。でここのチェックポイントにも、スペシャルステージがあるわけ。あのね、うん、リングが足りてないと出ないですね。あ、そうなんだ。リングは、何十個が必要かちょっとまだ確認できてないけど、はいはい、40個とか30個とかそのぐらいですかね。昔は多分50個気がするんだけど、ここちょっと慎重に行かなきゃダメだね。そうそうそう、おお、危ない。いや、しょしょ、いった。そうか、テイルズをそこで使うという手もあるのか。あ、いいね、これ協力プレイ。ちょっとどのぐらい高く。え、そんなにいけんだ。そんなにいけるんだ。OK。よいしょ。気持ちいいね。こういう時が一番なんかソニックしてる感じがする。そうですね。これは上行くね。はい。これに捕まったら厄介。ああ、大丈夫。いや、この水の中に入った感じの独特な感じもすごいソニックらしいっすね。本当に操作系は昔のまんまって感じするね。そうなんですよ。よいしょ。あ、ボス、まあ、昔のソニックってあのいろんなプラットフォームで遊べるんですね、今現在も。まあ、PS4 であったり、ね、はいはい、PS4 ないか。PS4 ない。でも、まあ、PC であったり、これどうしたらいい。あとね、ちょっと、あ、今。そう。あー、やばい、これ危ない。そのこうなんだ。あ、ちゃあ。こう毒がついてる間にはダメだね。まあスマホ版とかあるんじゃないですか。はいはい。ソニック、スマホ版とかツーとか、はいはい、あのあります、ね、スマホでも遊べるけど、やっぱりちゃんとした十字キーを使ってボタンを押してプレイするのは一番だなと。まあそうだね。やっぱり特に横スクロールのゲームはやっぱりあのボタンがないときついところあるよね。あの自動ランナーっていうのは、あのスーパーマリオランみたいなゲームならまだいいんですけど、うん、ちゃんと細かく操作できるやつは。じゃあ最後にこのアクト2をやりますか。そうですね。で、その今回、アクト2なんですけど、はい、いろんな新しいギミック入ってんだこれ。あ、このブヨブヨのなんかゼリーみたいなのありまして、そう、まずこのジェリーみたいなもの、ボヨン、ボヨン、気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。あちゃー、捕まった、助けて。あー、これくっつくんだ。そう、これくっついて、新しいです、上に行くんだ。おー、そこでジャンプすればよかったな。おー、ボヨン、気持ちいい。おー、何これ。ケミカルプラントゾーンですけど、本当にケミカルがたくさん増えた。化学物質が増えた。そう、あちゃー。
真部さんちょっと下手すぎて、そうかな、俺めっちゃ自分でうまいなと思いながらプレイして多分ダニエル編集長よりうまいんじゃないのかな。そんなそんなことないここはここはこっちか、あ、行こう行こう、あ、行けないんだ、ここ行けないんだ、どこに行きゃいいんだ、これボヨンやるのか、ボヨン、これは限界があるな、こっちからなんかどっかに隠し通路とかありそうな感じしますね。あ、ダメ、ここでこっちか、こういうことだったのか、何これ何これ、え、ジャンプできんの、あ、できた、よし、手は戻るの、戻れる、あ、そう、はい、そっちの画面の上にあるもう、ね、あー、これくっつくやつ、あー、そう、そっか、よく気づいたな、これ何、このエッグマン、それはいらない、あ、やっとっちゃいけないやつ、それね、罠だよ、なんだよ、それエッグマンの顔がついてる、だって可愛いじゃんエッグマン、でこういうところでね、印があるから、はいはい、行きたい方向を選べるんですね、なるほど、で複数のルートがあるんだね、ここでもなんか間違ったルートとかもあるのかね、まあ前に戻る場合もありますね、はいはいはい、はい、あ、じゃあボヨン、はい、ボーナスステージまで来ました、違うか、ないぞ、でない、リングはリング足りない、なくなっちゃう、あ、これ、あ、なるほどね、注射みたいになってんだ、でこれで注射が入ったらより高いジャンプができる、俺理解遅いなこれはこっから来たんだよね、確か違ったっけ、うん、違うよ、違うか、ソニックのステージで俺よくあるのが自分がもうここ来たかどうかわからないっていうのが結構ある、そう、そんなことないですか、まあ似てるじゃん、似てるし結構複雑な構造になってるから、あれ、ここ来た、ここだってここ来た気がするんだよね、ソニックって結構左から右へのこうイメージが結構強くあると思うんですけど、はいはい、あ、ね、新しいチェックポイント、あ、でも今回、左に進む場合もあるんです、はいはい、でそれは昔もあったっけよね、まあ、少しあったけど、少しあったけど、なんか多くなってきた、それはこの駐車ポイントで駐車してボヨーンといってループの気持ち、やっぱり俺うまいなまあね、ソニックのめっちゃいいところはね、昔のソニックと今回のソニックマニアのいいところは、はい、どんだけこう自分が、スキルがいいか下手なのか、どっちも関係なく、そういったこうループとループがあったり、あ、そこはね、めっちゃかっこいい、そうだね、変な話、あのまだ言葉喋れない赤ちゃんでも結構かっこいいシーンが演出できるよね、赤ちゃんは聞く確かにそれちょっと言い過ぎました、まあ、俺ぐらいの赤ちゃんでもできる、テールズはね、やっぱちょっと場面で出番がないね、よいしょ、もうそろそろでしょう、どうでしょう、あ、今ね、ボーナスステージ出てますよ、あ、出た、はい、よしよし、行こう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 、ああ、え、いけた、でも大丈夫だった、よかった、ああ、じゃあちょっと俺の、ね、これはね、まず、いや俺知ってるよ、どうする、俺はもうこの辺プロだから、オッケー、もうこれは昔よくやりましたよ、これ確かここまで行くと全部リングになるよね、あ、それダメなの、それいいよね、でもいいっすよ、いや、これはもうね、僕昔もほんと散々やりましたから、これは大丈夫だよ、ここは失敗しない、ジャンプもできます、昔できたっけ、ね、多分なかった気がするよね、ダナナナナ、この BGM も懐かしいですね、どんどん速くなるんだよね、不思議とこのボーナスステージって若い頃たくさんやってる記憶があるんですけど、はい、ソニックス自体はそんなに、あ、そうなんだ、あ、でナックルズか、ソニックアンドナックルズにもあった、そう、基本ソニックスリーとほぼ同じゲームだと思う、いや俺もね、だから当時これをやってた時めっちゃ 3D きれいやと思ってたのよく覚えてる、うん、今見るとそうでもないなまあね、あちゃ危ない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 、まあ、こういうステージ、あとさっきのスペシャルステージのレース的な、まあ、F0 とかの話なんですけど、はい、スペースハリアもね、あ、スペースハリアね、同じ、まあ、その昔の、ね、セガのタイトルだし、
そうですね、似てるような要素。あ、確かにちょっとスペースハリアとこの 3D のタイプが似てる気がするね。確かにそれは言えてるかも。で今回ね、あ、早くなったよ、全て の, あの青いあのボールを集めることができたら、なんか特別にアンロックされるんだよね。そうだよね、ゲームのね、あのなんかボーナスフィーチャーみたいなものなんですね。いや、うまくいってるよ、まだまだあるかな。うまいよ、これだけはうまい、あとはめっちゃ下手パーフェクト、お、よいしょ、できたね。最初からこのスピードでやってよ本当によかったね。これ何かコインみたいなものもらいましたね。それリングがなくなったやん。何、あ、それはね、入る前に やあ、そうか、やられちゃったんだ。今見た今と全く同じもので。そうか、そうだったな。その下に、あー、だけどなんか変な化学物質が邪魔した。タイミングが、そう、あのこの、はい、本番になった時点でまた下手になるんだよね俺ボーナスステージだけうまい。お、あ、これはね、エッグマンと仲良くボスバトル。なに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 、ぷよぷよ、画像的なボスバトル。え、マジでそんなあんの、ぷよぷよなの。あるでしょ、すごいな、これ俺のぷよぷよの下手さがバレちゃうじゃないの。それはダメだよ、これは聞いてなかったよこれはね、だからめちゃサプライズだと思う。サプライズだねこれ。これは上に取っておくのかな、これいっちゃうもんな、ちょっと下手だな、まあ、左側がね、あの、まあ、今代表として比べ替えてとして、はいはいはい、右側がね、あのエグマン、エグマンさんね、フィールドだからエグマンよりうまくプレイしないとダメなんでしょう。ダメなんですよ、倒せません。いやだな、私もまあぷよぷよとかこういうパズルゲーム普段結構強いんですけど、いやいや、それは言い訳だよ、 色がちょっと見えないんですよそれはブラインドなんです。それはね、言い訳ってやつです。 No. これ、この色わかるで、ね、いや、だから黄色いと緑、あ、今なんか2つ超似てるやつあるじゃん、真ん中に。ああ、まあちょっとあるね、ちょっとあるね。私だったらその違いが分かりません。色もだからそうなのかな、ちょっとそれはちゃんと医者さんにそれ証明してもらってます。いや、してますよ。本当してますよ。これ言ったね、それ絶対嘘。いやそれ絶対嘘。いやよし、3、ここでつなげておかなきゃいけないんだけど、余裕なの。あ、本当だ、あのエッグマン弱いだけだね、俺が強いというよりは、まあね、うん、そうだと思う失礼ですけど昔ね、あのルームメイトと喧嘩した時はぷよぷよで勝負して勝った方がそのお皿を洗いをするというのがあったんだけ ど、ね、俺めっちゃ下手で友達めっちゃうまいから、そんなの、それで皿洗いが、そう、僕も上手になりましたけどね。そんなルール、じゃあストリートファイターで勝負しようというと、それはフェアじゃないとか言い出すんだまあそんな、okay. あの余談ですが、はい、ソニック got through Act 2クリアしましたね。とりあえずあれですか、どうしましょう。でも次のステージは次のステージも完全当たり、じゃあそれはちょっとせっかくなので、ちょっとダニエル先生お願いします。 OK、 じゃあこれで、スタジオポリスゾーンなんです、ね、スタジオポリス、これテレビ局という設定ですよね。そうなんですね、もう完全新しいステージなんですけど、はいはい、昔のまあ16ビットのソニックと同じようなイメージでね、なんか全然違和感ないですね。昔 あったって言われても信じる。そうですね、うん、本当にそのテレビ局にしても90年代のテレビ局みたいな雰囲気ですね。いや、90年代こんな綺麗な高層ビルなかったですよ。だってこのテレビとか、あ、本当だ ね、かっこいい CRT テレビ、面白いね、ちょっとレトロ感のある。はい、 OK、 じゃあ行きましょう。あ と、今のその丸いやつが、昔のカジノステージにありましたね。かなり、まあ、似てるというか、はいはい、音も出るし、この音も一緒だし、音も一緒。さあ、どっちに行こうか。そこ登れるのかな。ああ、こっちから行けるのか。よし、テールズ・オージャーズちゃんと待ったよ。あれ、なんだ、お、ソニックだ、ソニック。あ、今のはね、新しい敵なんですよ。あれ、行っちゃったよ、落ちちゃったもうそれはきついんじゃないんでしょうか。また出てくるよ、また出てくる。ループの形もちょっと不思議だね、新しくなった感じする。なんだね、わ
かんない。これね、なんか関係あんのかね。エッグマンだったらどうなるんだろう。オッケー。よいしょ。これも新しい敵。あ、なんかこれ見たことある気もすんな。気のせいかな。おお。あ、綺麗に取れたね。多分たまたまだと思いますけど。そうだけどスパイクが怖い。下のね、トゲトゲしたやつ。いや。ああ。今の敵も新しいやつで、パパラッチみたいな。はい。ちょっと近づくと、めちゃ。写真撮ってくんの？あ、本当だ。写真撮るような音はする。クシャクシャ。それは嫌だな。ちゃんと聞いてから撮ってくださいって話。まあ、今ねちょっとゆっくりあのこうステージを 見せようと思ってゆっくりプレイしてるんですけど、はい、この ステージもかなり あれ気をつけて、また間違えるところだった。危ない、ね、ちょっといろいろ見せたいなと思って、はい、これはね基本こうジョイスティックのトップか、風船じゃないのか、電車で、あ、風船じゃないね、チェーンがついてるじゃん。そうだね、なんか電車でこう捕まるやつみたいな。ああ、電車の釣り革。でもそれはどこがテレビ局かわかんない。でも地下鉄みたいなのあるよね。地下鉄もあるよね。釣り革ではないんじゃないの。これ多分ロリポップだ。あ、今出た。あら。今のやつはあのラジオマイクみたいな。ああ。こんなやっちゃったかと思ったけど大丈夫だった。そんなバカなことしないから。そうか。よし、okay. エッグマンがなんかやってたね今回ね。あ、ポップコーンマシーンだ。なりました。いいね、気持ちいい。昔ソニックのあのゲーセンで、セガのゲーセンで、はいはい、ソニックのポップコーンメーカーあったのよ、覚えてますか。覚えてない。そんなお金を入れてあのポップコーンを待ってる間にこうテレビ画面にこうソニックがポップコーン作ってるようなこう映像が。あら、あ、本当はマイクみたいだねこいつ。確かに敵が可愛いね。ないか。そういったこう隠しこうアイテムとかいっぱいありまして、その中にどうやって入るのかと思いながら、まあ、今度違うルートで行こうと思ってさ。何回もステージを再放する価値があるという感じですね。そうだと思う。これもね、映画のようにディレクター、ああ、監督チェアだ。ディレクターチェア、エッグマンって書いてあった。これもしかしたらエッグマンさんのテレビ局なのみたいな。それはダメなテレビ局じゃないですか。あ、またポップコーンか。ポップコーンショップ、ショップ。でもテレビ局にポップコーンの店があるってなんかおかしくないですか。映画館じゃないんだから。おお、また今度は、電波、ね、電波みたいに飛ばされてるんだ。すごいな。あら、やっぱ結構カオスなステージだね。これはとりあえずこの流れに沿って進んでみる。そこで左に行けるね。おお、ジャンプ、ここでタイミングよくジャンプすると高くジャンプできる、ね、そうですね。お、早い。いろんなアイテムあったけど、ここボーナスステージあるよ。やってみる。これでシルエットとして見てる。ボーナスステージもいいよね。いいか。散々できてますね。いいけど、あのボーナスというかね、スペシャルステージ。タニアさんは僕みたいにうまくできないからやりたくないだけです。いけるっすね。それはないぞ。あれ、いけるとこないかな。ボードステージ行くしかないんじゃない？困っちゃう。左とかにジャンプできる。ちょっと左行ってみよう。ああ、そっか。あ、これさっきアイテムがいっぱいあったとこだね。行く方法ないぞね。じゃあボードステージ行こっか。仕方ない。これでいけるよ。はい。よし。スペシャルステージ。
ですね、ボーナスじゃなくて。あ、これまた違うやつか。そう、こっちなんですよ。こっち難しそうだね。リングで入るのはこうスペシャルステージ、カイオスエムラルドをゲット。え、でも俺もさっきリングで入った気がした。あ、違ったっけ。あ、違ったね、確かに。そうそう、チェックポイントから入ったんだ。まあ前よりはね。これも障害物が増えたね。そう、ちょっといろんな邪魔になってくるもん。確かに。と、あとコースのこのボール の, あのプレイスメントが大変難しい。ああ、確かに。なんか取りにくいところに置いてあるね。無理だ。あ、落ちた。コースアウトもできる。コースアウト。穴から落ちたね。なんだ。あれはさ、モンキーボールみたい。あ、スーパーモンキーボール。確かに。しょうがない。そういう時もある。さあ、ここから今度進めるようになったんだよね、多分。崩れてる。スタントマンだ。スタントマン。確かに。ほうほうほう。こっちから。見た気になったけど。できないのか。敵いる。完全に無敵か。そうマリオでいうスターみたいなやつか。これを綺麗に一周する必要ないか。これは、おお、監督チェアね。あれなんだそんなの。あれ。右のやつを殺したんだけど同じものか。左でしょ。こっち。同じもの？わかんない。いいね。あ、もう時期じゃない。あ、来た来た来た。あ、結構これはやばいボスじゃない。ちなみにこのボスって倒すのにかなり私苦労しました。そうなんだ。何をやればいいか分かんなかった。強いんだこいつ。あの、まず直接あら、あ、ミサイルの上に立たなきゃいけない。多分違う。赤いミサイルを、あ、死んじゃった。赤いミサイルをドジして、青いミサイルを当たる。青いミサイルを当たると、あのエグマの方に行って、あ、そうなんだ。あの、あ、跳ね返るんだ。なるほどね。あ、じゃあ、あの青いミサイルに体をぶつければいいと思うから。そうですね。なるほど。まあジャンプとしてね。ただし、もうずっとこれはダメ。ラナ、あ、これだ、これ。これソニックはね、ずっとこう走っぱなしですよ。走りっぱなし、はいはい。普段やられるとさ、リングがなくなって、じゃあもう一回集めるじゃん。うん。だけどそれはないんだ。ああ、そうか。じゃあ本当に一回一回リングを取り返さなきゃ、それで試合終了になっちゃう。そうなんですよ。しかも結構なんか消えたり出現したりしますね。でも他のこの手下の人たちは無視していいのかな。そうですね、基本そのミサイル、その青いミサイル、ヘリっぽい感じのやつだけで集中すれば、はい。危ない、これだ。俺がやっちゃダメなの。大丈夫大丈夫。あれ、あ、そうでもないか。ダメだね、俺じゃダメなんだ。あ、まあにしてもその赤いやつちょっとクリアしてくれると助かる。俺が赤いやつに犠牲になって体をぶつければいいということです。なんか違う気がするな、これ。違うね。これ、後ろからとかじゃない？わかんないけど。この青いミサイル、どこから体をぶつけるのか、というのがポイントなんじゃない？こっちから？違うな。上から？あ、死んだ。ちょっとやっていいですか、一回。難しそうだな、これ。あの、これ最終的にはね、クリア1回したんだけど1日ぐらいかかった。結構、いや1日そんなもんじゃないけど、あのソニックのライフ多分5、6個なくなったかもしれない。最初リング3個しかないんだもんな。これは確かにむずい。あー、やばい、もうリングないよ、もうリングない。え、だって今青いやつ、あのやつにジャンプするわけ。あ、上にする。上に、それとも横から？多分関係ないと思うんですよ。なるほど。あ、リングしっかり取ろう。攻撃すれば。じゃあちょっとこのステージをクリアしたら一回終わりにしましょうね。そうですね。スピンはまずダメ。どうしよう。
ジャンプ、ジャーンプ、ダメ、あ、これいった、あ、いたよね、うん、多分だからテイズでもいける、あ、ほんと、ちょっとリングが、あ、リングが復活、これ慎重に進まなきゃいけないな、今だ、よいしょ、これいった、 OK、 だから一回あの一度にチャンス生かしかないから結構ね時間かかったりします、うん、あ、でも途中でリングは一応出てくるね、あ、出てきます、それはでだけどこうラウンドとラウンドの間っていうか、なるほどね、それまで、あ、そうか、一回攻撃当てるまでは出てこないってことか、よいしょ、そうじゃなくて、あ、そう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 、そういうんです、あとは今回またリングが風車みたいになぜかありますね、ない時もある、あ、ないない、ループってなってるからもう取っちゃってる、これなんか、ああ、あ、毎回その赤いミサイルと青いミサイルの順番も違うね、違うんですよ、よし、今だ、どうでしょう、いったいった、これもう倒したんじゃない、よし、いいね、なるほど、面白いね、まあ、今回ね、あのボスがまず全てのアクトにありまして、はい、数が多いと、結構ねいろんなこうバリエーションが出てくるので結構ボス倒すのに結構楽しいです、うん、確かに、うん、ボス、しかもマイステージにボスがいるって豪華ですね、うん、はい、というわけで、最初の、一緒のプレイはこんなところでいいですかね、そうですね、はい、じゃあまたね他の、 あの対戦とかもちょっとやってみたいなと思ってますので、よろしくお願いします、じゃあご視聴ありがとうございました、ありがとうございます、バイビー。